タクさん。おはようございます。何してんすか。ちょっと気持ちいいです。なんすかそれ。これね、ユーフィットさんの新しい僕の相棒。なんていうんですか。何それ。棒。ブルブル棒。ブルブル。これ振動するんですよ。はい。これマット。はい。マットね、これめっちゃ良くて。あの香川県で僕たちはホテル泊まったんですけど。はい、このベッドより10倍です。はい。そのブルブルは何に使うんですかそれ？これはもう腰で。あ、なるほどね。はい、腰の下に引いて。とか肩甲骨でこう。うん。はい。今日からね、北信越と。はい。ダブルスですね。はい。クロスケが全日本ちょっと危ないということで。はい、クロスケです。カメラマンクロスケです。はい、よろしくです。勝たないとクロスケが全日本行けない。そうなんです、はい、僕は関係ないんですけど5時間運転させられ、朝7時に起きて試合と。そうです、はい、腰が砕けてる状態なんで、はい、とりあえずユーフィットさんで、はい、これなかったら試合戦えてくる。はい、え、1回勝ったら大丈夫なんですね。そうです、はい、一応僕らね、第2シードで1回戦がないので、まあ、今日は初戦なんですけどね、今日勝てば、まあ、決勝ということで、はい、一応 C グレードですから頑張って一回勝ちましょう、うん、よろしくお願いします。はい、では行ってきます。さあ、それでは北信越準決勝のダブルスですね。僕たちはシードなので、第2シードですね。なので1回戦がなかったので、これが初戦になります。で、ペアがクロスケになるんですけれども、僕はですね、全日本、関西オープンで確定したんですけれども、クロスケが、この試合勝てば全日本出場確定と。で、負けてしまうと全日本が、立たれてしまう試合になるので、僕はめちゃめちゃ嫌です。はい。あの、試合前日から、あの、普段ないんですけど、お腹壊してて、はい。それぐらいなんか胃がキリキリしてました。なんか人の全日本かかる試合嫌ちゃいます？はい。なんか僕もね、この試合全日本かかってたら何にも多分思わないと思うんですけど、はい。で、対戦相手の方が、バラさんと、ヨコピーさんですね。ペア、お二人ともペアは違うんですけど、動画出演していただいたことある方のお二人になります。で、今クロスケが壁になって、なんとか返して、さあクロスケスマッシュ逃げないですね。さあ、これで、40-30 ですね。で、ここダブルホルトで40オール。さあ、出だしブレイクのチャンスで、ところでクロスケナイスリターンでブレイクスタートで出だしいい形ですね。で、僕がダブルホルトと。で、ちょっとカメラとかもね、ちょっと揺れたりしてて、で、後ろの木見てもらったら分かるんですけど、ものすごい風強いんで、はい。で、この試合、7月とかなんですよね。ちょっと動画更新遅れて申し訳ないんですけど、めっちゃ暑かったんですよ。暑くて、近くに、日向にカメラ置くと、多分、あの、試合途中で止まってしまう恐れがあったんで、あの、日陰のちょっと遠いところで撮ってる、ちょっといつもより見にくいかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。さあ、なんとかキープして、2-0 ですね。さあ、みんなダブルホルトスタートかな。横ピサを入れてたか。さあ、これバラさんね、ダブルホルト2本してるんですけど、ちょっとトスがね、流れるんですよ、やっぱり。風が強いと。なんで、ちょっとサーブはね、慣れるまでは、ちょっとね、なかなか難
難しいところですね。さあこれで30オール。さあセカンドサーブなんでチャンス。さあここちょっとリターン浮いちゃいましたね。あれ足元行ってたらね、クロスケ詰めてたんでいい形だったんですけどね。さあやらかしました。さあこれで 2-1 クロスケサーブ。さあちょっと危なかったんですけど、はい、1本目ポーチでしっかり取って、さあナイスサーブです。さあサーティーラブ。さあ僕がちょっとね、動きが硬いですね。さあサーティーフィフティー、ロスケは結構ね、いつも通りプレーしてましたね。さあ横尾さん詰めてくる。さあしっかりクロスケ決めて、これで 3-1 ですね。さあ隣のコートへリターンします。はい、15ラブ。さあこれで30ラブですね。まあ、クロスケとはね結構、まあ、ベテラン出る前から草トーナメントとか組んでるんで、まあ、ペアリングとしては、まあ、お互い分かってる感じですね。まあ、クロスケが結構ね詰めていって動いていくんで、まあ、僕がねカバーで僕もチャンスがあれば詰めていくっていうフォーメーションですかね。まあお互いボレーヤーなので、まあ僕のサービスゲームはファーストサーブ入れればクロスケがしっかりね今みたいな形で決めてくれる感じなんで、まあ、今のはちょっとねスレスレ来て失敗しましたけど、まあ、ファーストの確率をね、あ今のはいいサーブでしたね。ファーストの確率をしっかり上げていって、なんか急にサーブ入ってんな。さあ、40-15。さあ、3本サービスエース。さあ、これね、しっかり流れに乗っていきたいですね。簡単にキープしたとね、リターンも勢いに乗っていけるんで、さあ、1本目しっかり取っていく。クロスケもいいリターンですね。さあ、30ラブ。さあ、ここはナイスサーブでしたね。ちょっと突っ込んでいったんですけどね。さあ、ここダブルフォルトで、さあ、ブレイクのチャンス。さあ、いいところ行って、しっかりスマッシュ決めていく。さあこれで 5-2 クロスケサーブ。さあしっかりキープしてファーストセット終えたい。さあボディーサーブ、いいサーブですね。さあヒルティラブ。さあいいボレー、あれを長く打っちゃうとね取られるんで、しっかり短く刻んでいいボレーですね。さあこれで40ラブ。さあセットポイント。ここはバラさんナイスリターンですね。さあセカンドサーブ。さあこのロブが今のね風でめっちゃ飛んでった。さあファーストセット 6-2 ですね。さあファイナルはスーパータイブレなんで、まあ、しっかり油断せず出だしが大事なところですね。さあファーストサーブサイドにホール。さあセカンドサーブ、今西王子さん出てきましたね、びっくりした。さあ西王子さん出てきてちょっと喋るの飛びましたね。はい、フィフティーンラブ、はい、ラブフィフティーですね。さあこれでフィフティーンオール。西王子さんはちなみに、第1シードになりますね。はい、これ勝てば当たります。さあこれで、40-15ですね。
さあキープされて、0-1、まあ、自分のサービスゲームがしっかり大事になっていくんでね。さあ15ラブ、さあファーストの確率を上げていきたい。さあこのパターンが楽ですね。サーブ打ってクロスケが決める、まあ、ラリーするよりやっぱ一撃でね決めていく方がリズム的にもいいんでね。さあこれはナイスリターンでしたね。さあ 40-50、 このゲームファーストの確率いいですね。さあロブが来てすんごいボール曲がる。さあもうこれはしょうがない。さあ 40-30 ファーストサブ。さあセンターへいいサーブ、ちょっと流れ悪くなりかけたんですけどサーブで断ち切って1-1。さあ食い込まれましたね。さあ15ラブ、さあバラさんナイスサーブですね。このゲームファーストが入ってます。ファースト入ってくるとねやっぱ苦しいんでね。さあこれで40ラブですね。これが、入って40-50。さあ2センチぐらいしか飛んでないリターンでキープされて2-1。さあちょっと甘くて返される。さあクロスケのネットイン、ちょっとこれはラッキーでした。風でね上でボールがめっちゃ動くんで、いいボレー。さあいいスマッシュ、今のスマッシュ難しいんですよ、よく入れましたね。さあ30ラブ、さあしっかり決めて40ラブ。クロスケがねサーブの時は僕が前で仕事をしていきたいところですね。さあこれでしっかりキープして2-2です。今のエグいな。さあ、ラブ15、結構ああやって前でプレッシャーをかけてくれるとね、だいぶ相手も嫌なんでサーブにもプレッシャーかかってくるんでね。さあこれはやりました。さあ50-30、さあこのロブがアウトになり、さあ30オール、さあリードして回していきたい。セカンドサーブなんでチャンスしっかり打ち込んでいきたいってところでダブルホールド、これはラッキー。さあブレイクポイント、さあいいバックの足元にリターンが行きブレイクで 3-2 ですね。さあしっかりキープしていきたい。さあこれでラブ15、ワイド多めにしてたんですけどね、ここでちょっとセンター使ったんですけどちょっと甘かったですね。さあダブルホールドでやばい、ラブ30。さあ風でねボールワイド曲がってくれるんでね、スライス系が結構効いてますね。さあサティオール、さあいいとこ入って、さあスレスレ来ましたね。さあ30-40、さあ我慢の時間帯、さあいいサーブが入り40オール。さあここ重要っすね、キーポイント。さあしっかり丁寧に、さあこのロブしっかりスマッシュ打ち切って、このキープはでかいですね。ブレイクした後の40オール。さあ 4-2、 さあ、これで15ラブですね。さあこれで30ラブ。さあここワイドにいいサーブなんとか返す。さあえぐいな。さあここちょっと白手やったんですよね。さあ40ラブ、
になり、まあ、ここのゲームはね問題ないかなっていうところですね。このゲームをしっかりね、僕たちはワンブレイクしてるんで、まあ、しっかりねキープすればもう勝てるので、まあ、サービスゲームに集中していきたいところですね。さあしっかりグランドスマッシュ決めて15オール。さあしっかり前で仕事していきたいが、ちょっと焦ってミスってます。さあ15-30ピンチ。さあクロスケナイスサーブ。さあ30オール。ああいい落ち着きですね。ああいうね緩い足元結構難しいですからね。さあ40-30。さあこれがアウトになり、さあまた40オール。さあいいサーブが入る。さあリターンが返ってくるが、ロブが風で流れてアウト。このキープもでかいですね。まあ、バラさんもヨコピーさんもね結構このゲーム、ね、かけてはったのもあるんで。さあ僕はリターンが入らない。さあクロスケもなんかちょっとリターン雑ですね。まあ、僕たちはねもうこうなったら次のゲーム集中していこうかなっていう感じでしたからね。さあこれで、40ラブですね。さあこれがアウトになり1本返す。40-15。さあえぐいワイドが来ました。さあ5-4、ここです。ここが重要です。さあセカンドサーブですけど、いいサーブ。さあ15ラブ、勝利まであと3点。さあこれがアウトになり、さあ30ラブ。さあこのサービスポイントはでかい。さあ40ラブマッチポイント。さあ最後いいサーブが入って、6-2、6-4と、見事ね、これでクロスケも全日本確定というところで、僕の任務はね達成しました。もう本当良かったです。もうほんまにもう二度とこういう形で試合はしたくない。それではエンディングの方行きましょう。はい、なんとか勝ちましたね。はい、これで全日本が制度。はい、ああよかった、よかった、よかった。ベテラン1、嫌、でした。人の全日本かかってまあクロスケは今回強かったんで、僕はもうファーストセットでちょっと力尽きてましたね。試合前からファイナルセットぐらい疲れてたんで、いや暑かったな。36度ぐらいあったんちゃうかな。全部キープしてブレイクされずに、まあ、ダンダブとしたらねすごいいいゲーム内容でしたね。いやよかったよかった。こういうミットタックにいろいろなアイテムもねあ、それなんすか。これ筋膜リリース。筋膜リリースがね。ああ、いいですね。ちょっと肩をね、サーブにかけれたんで。手首の方は今日はどうですか。手首はね、終わってますね。終わってますか。オープニング言ってなかったんですけど、ハンドル切る痛いです。これがね。一応 TFCC 損傷ということで。はい。軟骨が、いってるみたいです。まあ、まだ明日決勝あるんで、僕、あれなんです。今4大会連続準優勝なんです。そろそろ優勝したいんで、お願いします。頑張りましょう。じゃあ今日は温泉に行って、はい、体休めて、明日に備えて、明日も頑張りたいと思います。よっしゃ。